どっち行けんだこれ。はい、皆さん、青梅鉄道公園からこんにちは。本日は今東京の青梅市にいます。で、これからここまで来たんだったら、まあ、どうせなら神奈川まで行っときたいなみたいな、そんな感じなので、ちょっと神奈川の方まで、なんだっけ、津久井湖城山公園っていうのがあったんで、そこをちょっと目指したいと思います。つうか、なんだこの道。そんなわけで、神奈川県の津久井湖城山公園目指していきたいと思います。まだ時間もね、まだあるんで全然問題ないでしょう。で、問題が、こっから先はどっなのかがわからない。東京ですよ、東京。なんか東京っぽくなってきた。大丈夫なのかな。道が混んでると地獄なんですけど、つうか、すげえな。細すぎですよ。なんだこの道。まあわかんない。うわ、法定速度20キロなんつうのあるよ。20キロかい、ここ。で、ここを右折か、右折して、いや、道が分かんない、どっちなのこれ。よいしょ。どうなってんだこれ。どれなのこれ。これか。とりあえず走りやすい道に入れたけど、いや、でもまだ東京感がない。これで行けば神奈川も制服だ。神奈川、東京、神奈川制服。お、なんか走りやすい道になったな。よかった。明星大学、大学だったよ。いやー、でもさ、結局のどかだよね。なんでこれでしょ、1時間ぐらいで神奈川行っちゃうでしょ。てか気温が32度か。いやでも結構温度計便利だなと。お、道が綺麗じゃん。走りやすいじゃん。いや、つーてもさ、あと27キロでしょ。そんなことはないよね。そんなわけないよ。なんか道がすごいね、峠道っぽいね。秋川街道入ります。日の出町です。あ、ここ曲がるんかい。ここ左折か。ここ左折しの下りだね。下ってるね。もう下ってる。いや、つうか、本当にのどかだな。え、僕一応何、東京なんだよね。一応東京だよね。東京もいろいろあるんだね。なんだこれ。すげえな。なんだあれは。なんか秘密基地見つけちゃったよな。なんだこれ。で、このまま下がってってどうするんだろうな。ロンヤス階段の日だって。やーべー、ここで中曽根さん出てきたよ。あのじいさんもえらいことやってんだよな。そういや、まあいいや。いや、まだどうだ。32.7 度だよ。もう暑いわけだね。で、県道つか都道か、都道32号線入って、今は都道18855号線。八王子行くんだ。浮いてるじゃん。東
京にもこんな道があるんだね。あ、なんかすごい、多分あれか、東京サマーランドかな、これ観覧車がある。多分あそこ東京サマーランドかな。あ、そうだね、ほらサマーランドだ。伊勢崎オートとは関係が深いとこだね。で、これまっすぐ行って、案外東京サマーランドも結構東京外れなんだな。なんか知らんけど東京のトンネルか。右に温度計は31度なんだ。お、下ってる下ってる下ってます。いやー、でもさ、全然東京感見ないままあれなんだよね、神奈川行っちゃうんだね、こっち行くと。いいじゃん。で、ここ左折します。おー、八王子の市街、高尾山とかっつうのはこっちなんだ。来てみるもんだね。来てみないと分かんないよね。で、ここ右に曲がって17キロ。案外遠くもないっつうか、遠くもない言ってる間にどんどん遠くにしちゃうよ。で、また本当になんか山道走ってるイメージしかないけど、一応東京から神奈川行くんだよね。ていうかさ、山だね。それしか感想がないわ。戸沢峠、峠に入っちゃったよ。なんか有名なのかな、こっちは。戸沢峠って。ていうかトンネル結構あるんだね。越えた。で、剣王道なんだ。ここから剣王道なんだ。あと34分、14キロ。で、気温が 30.7。 あー、よかった、厚着しなくてよかった。これより厚着してたら速攻脱水症状だな。結局東京感何にも感じられないまま、なんつうんかな、神奈川行っちゃうんだな。町田、八王子、町田、高尾、神馬高原で、まっすぐ行けばいいのね。行きますよ、神奈川まで。で、神奈川どこなの。一応ここ東道61号線だって。うわ、東道って言いづれえな。東道っつになるんだ。え、じゃあ、あれ北海道は何、道道なの。京都府とか大阪府は不動になるのかな。神馬街道、いやー、これ帰るの大丈夫かな。またトンネルだよ、小田のトンネル。いや、結構あるんだね、トンネル。気温が 30.7 度。マジか、 30.7 か。あと29分、30分で着くか。1時過ぎぐらいかな。てか登ってるよね。これ山だよね。登ってるよ。いや、でもなんかそんなになんかね、こっち東京来てるっていう割には渋滞とかに苦労とかしないし、割りかし問題ないね、こっち走る分には問題ないな。下ってる。さて、八王子城跡。八王子にも城あんだね。八王子の城跡なんてなんだ。あと11キロ。神奈川もそれほどでもないな。八王子の城跡、気がついたら二車線になってるでござんす。
昼の青梅町屋高尾だとさ、あそこに八ヶ沢城山大橋、なんか橋があるっぽいな。で、あと10キロ、26分か、10キロない、26分かかるんか。三山通り、あ、渋滞してんじゃん。うわ、嫌な予感すんな。うわ、すごいね、カインズだよ。またカインズか。うわ、来た、カインズ、カインズ。カインズ、八王子があんの。カインズから逃れることはできないな。あ、つうかさ、東京すげえな。むしろ群馬ですごくね。ここ行けばいいのか。うわ、混んでんな。これか、渋滞の話題。で、これ道なりまっすぐでいいのかな。やべえ、暑い。34度いった。やべえ、34度か。34度だよ。34度、さらに超えていく。いやー、こーらやばいね。夏だね。ここの次の信号みたいなところで渋滞してるのか。これ過ぎれば、わけなさげだな。てか、まだ東京なんだ、ここ。一応。でも、こんだけ東京走ればもう東京走ったことでいいでしょう。もうこれだいぶ関東制覇したなぁ。で、問題は関東から先なんだよね。どうやって行こうかな。いやでもなんだかんださ、原付でここまで来れちゃうもんだね。佐藤製薬だ。わお。佐藤製薬だ。全然土地勘わかんねえ、土地勘ねえけど。全然わかんねえ、どっち走ってんだか。まあ、都道だよね。都道47号線を信じるしかない。拓殖大学八王子キャンパスってさ、これなんだ。ああ、そうだ、拓殖大学のバスが入ってくわ。てか今八王子か。八王子なんだね。拓殖大学。さて、あと14分。7キロだ。おお、やっぱそうだ、拓殖大学だ。いや、てか拓殖大学って山にあるんだね。なんだなと。町田市、はい、町田市に入ります。町田街道。たださ、なんかずっと思うんだけど、東京走ってる感がまるでなくてさ、むしろなんつうのかな、群馬の吾妻走ってる感じなんだよね、これ。あと120名、ここか、ここ失礼。ここ失礼さん。ここも、左折しちゃった。お、神奈川来た、神奈川来た。よっしゃ、神奈川。相模原市、はい、来た。はい、神奈川県です。いや、神奈川来たね。なんか全然風景変わんねんだけど。一応ほら、看板上ちゃんとね、神奈川来てて、東京も来てるし、神奈川も来てるし、大丈夫でしょう。すげえな、全然なんか怖いかねえな。で、あと 4.6、9分か。もうじきだぜ。で、あと 120m、あっちか。向こうの信号右折か。あと、ここ左折か。峠道やんけ。いや、もう住宅街ですね。いや、でもなんかもう地図上池が湖が見えてきた。もうちょいだね。いや、でも神奈川わけねえな、案外。案外来れなくもねえな。で、ここを左折か。
つうかさ、なんかもうほんと山だよ、ほんと山道走ってる感じだよ。で、ここを右に曲がって、あと3分じゃん。もう着いちゃうね。すげえな、こちらに高校生のバイク乗ってんの、これは。さすが神奈川だぜ。まあ、むしろさ、高校生にバイクを認めるんであれば、やっぱあれだよね、こういうプロテクター付きのジャケットを義務付けた方がいいんじゃないかなって思うんだけど。で、プロテクター付きのジャケットを義務付ければ、おのずと、ハンキャップは被んなくなるから、なんだか似合わないからね。似合わないので。だから自然とちゃんとしたヘルメットも被るようになる。いいことばっかじゃんね。すげえな、湘南じゃないけど、まあもうそっちの方で神奈川県だもんね。いやー、穴が来ちゃったね。白山ダム来たね。白山ダムです。あ、来たね。おお、川はこっちは溜まってんだ。白山ダム、とりあえずここの駐車場でゴールかな。ここの駐車場でとりあえず休憩します。よいしょ。この駐車場はここっすか。よいしょ。はい、到着。いやー、ではそんなわけで津久井湖に着きましたと。では